今から法務委委員員会を再開いいいたたししまますすの異動についてご報告いたします本日、山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として、宮崎正夫君が選任されました。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。会社法の一部を改正する法律案及び、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、 東京大学大学院法学政治学研究科教授、藤田智孝君、日本大学法学部教授、大久保拓也君及び、脱原発、東電株主運動世話人、木村結衣君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。 休憩前に引き続き、会社法の一部を改正する法律案および、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、参考人の皆様からご意見を伺います。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。 本日はご多忙のところ、ご出席いただき、誠にありがとうございます。皆様から、悲嘆のないご意見を賜りまして、両案の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。議事の進め方について申し上げます。まず、藤田参考人、大久保参考人、木村参考人の順に、 お一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知おきください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、ご答弁は簡潔にお願いいたします。 それでは、まず藤田参考人にお願いいたします。はい、東京大学の藤田。